皆さんこんにちは。こんにちは。ジャングル猫島へようこそ。ようこそ。にんまろです。うずらです。いつもと逆な感じ。今日はジャングルで、うずら先生にちょっと習いながら、はい、ちょっとスイカを回収するやつを作りたいと思っております。了解です。はい。ってな感じで。はい。で、ただ、作ろうにもですね、一個足りないんですよね。そう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 。スライムボールが必要なんだけど、それがないんで。スライムはまだ全然見つかったことない。ていうか、あまり外出てない感じですからね。ああ、そうなんだ。うん、外出てないけん、あんまね。前、なんだろ、ベッド鳥に羊の毛買った、うん、ぐらい。ああ、なるほどね。で、ちょっとスライムをまずは探しに行かないといけない、そうね、ってとこですね。です。ってことで、まずは海の旅に出たいと思います。はい。で、まず何作るか言おうよ。あ、そうですね。スイカを回収するやつを作るんですけど、そうね。猫の体を作るんですよね。そしたらちょっと場所を行きますな。はい。この猫ちゃんの後ろを見てみると、場所だけは作ってるんですけど、こんな感じでございます。ここに体が来るわけなんだ。そうそう、ここに体を作りますね。じゃあここにその体の部分に、うん、なんだっけ、かぼちゃ、スイカか、うん、スイカの収穫機を作ればいいみたいな感じかな。そんな感じです。あ、なるほどね。はいはいはい、了解です。じゃあね、うん、そうそう、一応ね、その作るものはそれって聞いてたんで、うん、材料はここのチェストに入れてるんよ。ありがたいっす。ね。はい、だけど要はピストンが1個で粘着ピストンにしなくちゃいけなくて。うん、そうそうそう、そのためにスライムボールが必要なんですよね。必要ね、うん、全くもってね、チャンクも調べてないしね、スライムチャンク。あ、まあスライムチャンクはまあ別にいつでもいいと思うけど、調べれば、うん、沼にとりあえず行かないとだね。そう、スライムボールの第一歩はね、うん、みんなおそらく湿地帯に行くんじゃないかと。そうですね、わかんないけど、うん、まあいいじゃん、どっちにしろね、必要なものなんで湿地帯をちょっと探しに行こうよ、うん、はいはい。俺は防具なし。防具？あ、防具ね。防具。いや、ないならいいよ。別にどうにかなる。地下にね、ダイヤモンドが何個かあるんじゃないかな。いや、大丈夫。石の剣もらっていい？石の剣もらって大丈夫です。よし。ここうるせえな。ここうるさいやろ。パン7個。はい。あそこ7個はパンあるよ。あとスイカ。7個。スイカはね、あとあげる。ニューって登っていくの。スイカがね、ここにいっぱい生えてるのよ。あ、じゃあ取り放題なんよね。そう、取り放題、取り放題。あ、もう行く？行きましょうか。よし。早い方がいい。早い方がいい。うん。もうとりあえずさ、うん、場所わからんてやろ。場所わからんす。突っ走ろう、ここら辺から。そうね。やっぱりね、この正門から行かないとね。じゃあ、OK？ うん。よし、行きましょう。行きます。つっても俺、どこもわかんないけど、まあ、うん、お互い様か。お互い様す。まだ全然海多分行ってないから、多分すぐにワカメ見えるんじゃないかなっていうぐらい。お、やった、もう新しい海だ。早速やね。混じってないな。ほんとよ。混じってない。あ、村やん。初村。マジ？初村でございます。持ってますね、うずらさん。さすがでございます。行ってみようか。行ってみようか。わーい、こんなところに村人いたんだ。え、豆？豆しかないの？豆ちょっとあんま好きじゃないんだけど。いや、いっぱいあるよ、こっちも。え、でもなんかジャガイモ、あ、ジャガイモあった。あった、あった。ひろゆきんぐるぐる回ってんの？そうね、いろんなところがあるみたいね。あ、かぼちゃがある。かぼちゃがある。やったー、これマジ持ってるよね。まあ、かぼちゃは実はレアやけんね。うん、スイカかぼちゃ収穫機になれる。うわ、怖。怖いね。やばい。ちょっとムッシュルーム島を見つけたわ。え？あ、本当だ。え、嘘やろ。こんな、え？ちょっとめっちゃ近くじゃね？座標を見る。座標どんぐらい？88-474。嘘やろ。近い。近いよね。ちょっと待って、お医者さんに会いに行こうよ。うん。ここまで来たら、湿地帯どころじゃなくない？タイトル変わりそうだった。連れて帰ればいいかもね。そうね。連れて帰れるかな。でもリードとかないやろ。ボートでなんとか行けないかな。あ、乗せてからね。うん、すげえ、ムシュルーム島や。てか近いやん。いいな。本当ね、ジャングルもムシュルーム島近くにあるって。
ちょっと似てるね。私たちの城もジャングル近くにあったしね、確か。モンシュさん、なんでこんな少ねえ。あったあったびっくりしたまさかの全滅パターンかなって思ったよムーシュさんや。私いっぱい木を持ってきたんすよ。あれ作ろうか、おわんを。はい、あざっす。ちょっと必要な分だけ取ってね。もう何個かでいいや。うん、ここ。帰り寄ろうで。帰り寄ろう、ほんとだね、うん、ちょっと食料タイム違うもんね。うん、よいしょ。はい、よし行きましょう。てかここなんかさ、多分近くまで来とったっちゃね、うん、本当だ、海が。あら、うん、あ、でもなんかちょっとあっち側の山で確か羊の毛買った気がするんですよね、うん、気づかなかったんだね、私。帰りになんとか船で近くまででも寄せれたらね。そうね、ここら辺の海とか使えばいけないかな。まあ、とりあえず突っ走ろう。うん、多分ね、地点って海沿いにあるけん。あー、そうだよね。そう、多分海走っとけばね、ないかな。マジか、いろいろあるね。あ、湿地帯、お、やっと見つけた。ほんとだ、やっぱ探せばあるもんやね。うん、いや、マジないかって思ったわじゃあスライムを借りましょう。どうする、洞窟の中でも行ってみる。それが早そうだよね。うん、お、洞窟っぽい。スライムちゃんはちゃんと出てくるかな。なんかカラコロン、スケルトンの音が聞こえるな。そうか、俺無防備やけんな。危ないですね。来たっすね。行きます。わー、クリちゃん。あ、クリちゃんです。場所が悪い。場所が悪い。そう、場所が悪いで。あ、間違えた。何しとんねん。あ、おったおった。おー、いた。よかった、再会できた。食べ物をください。走ったはいいもの、食べ物がなかった。ありがとうございます。ほい、もうちょいやる。ありがとうございます。ありがとうございます。ベッドは？ベッド持ってます。オッケーオッケー。それはもう万全だったんですが、食べ物を忘れてしまいました。寝よう。はいはい。とりあえずスライムブロック11個も、いや、ブロックじゃない、スライムボール11個。ありがとうございます。とてもありがたいです。もうすげえ死ぬ思いやったじゃんけん。すいません。いやはや、再会できてよかった。じゃあ最後ムーシュさんを連れて帰る。最後じゃねえか。とりあえずムーシュさんを連れて帰りましょう。うん、もうコンボ持ってる、いいな。もうちょい、うん、なんか海、この面はちょっと遠いけん。そうだよね。なんか向こう側に繋がっとけばベスト。本当だね。ちょっとなんか冒険してみよう。どっか近くにおらんかな。ねえ。おるおるおる、いっぱいおる。やった、取り放題。よし、じゃあ俺こいつ。あ、ほんといっぱいいる、かわいい。よし、オッケー。お、じゃあ私もドイツにしよう。よし、行きます、うん、あーし、来たっすよ。よし、オッケー。したら一緒にジャングルへ行こう、うん、お、ジャングル見えてきましたね。どうかな。あ、あったやろ。うん、やったー。やっぱりあれは見やすいね。いやいやいや、てかマジムシルムから近いな。ねえ、マジ一本道やった。うん、これはもう大量に持ってくる貝ができるね。できるっすね。とりあえず、あ、間違えた。私でも2匹よりは正直増やせるけどね。そうね、小麦いっぱいあるし、小麦で増やしとこうかな。とりあえずここに置いとく。うん、そうだね。よいしょっとようこそやね。ようこそ、ようこそジャングルへ。あーし、よかった。あー、ミッションクリアです。なんか思わぬ収穫もあって。いや、今日のミッションはちゃうぜただ、うん、スライムボールはこの通りゲットしたけん。ありがとうございます。よし、いやはや、まさか。じゃあ準備して作りますか。うん、うん、じゃあ作り方を解説していきます。はい。チェストの位置をまず定めたいとさ、うん、どうする。これってどこくり抜く。なんかくり抜いて家。あー、そうね、くり抜かん。どうしようかな。なんかちょっと入り口が欲しいさね。入り口欲しいね。例えばこことかって大丈夫？うん、こう2つ
こんなうんで、これでいいんじゃない？うん、ね、何個も好きな星した1個でいい、1個でいいよ、1個でいいならこれでいこうか、うん、とりあえずじゃあ見とってね、うん、うん、はいはい、見とく、よく見ときます、うん、まず、うん、ここに溜まっていくようにしようか。あー素敵、うん、それはいいですね、取りやすいそうです。まあここにチェストに溜まっていくと、かぼちゃとねスイカが、やったー、こうするってことは、うん、まずこの外側、ほうほい、チェストのこの外側の、うんうん、この真ん中にね3つ開くように、このホッパーを設置します。もちろんこれチェストに連結する形ね、3つ開くやりですね、うん、OK でございます。ここは安山岩にしようか。あ、いいっす ね。で、ここに、うん、土1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、結構こっちまで来てしまうかな。あ、まあ、あれだったらこの辺壊すよ。大丈夫？うん、あ、いいよ、壊さんでもいいとけど、うん、まあ、で、こっちも同じようにこう、うん、いいっすね。で、その真ん中別に何でもいいけど、まあ、もう土にするわ、うん、要はこんな感じに14個並べていきますと、うんうん、わーすごいね、すごいか、うん、それは簡単、誰もできない今からやで、うん、でちょっととりあえず足場作っとくね、はいはいはい、ちょっと見やすいように、うん、足場いるね、うん、これ別に足場やけん、まあどうでもいいけど、うん、ついで、うん、ここにピストンを1、2、1個置き、あーなるほどね、1個ずつ置いていくんだね、うん、うんうん、ほい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 、でこっちも同じように、うんうん、一個置きにこう、おこうなるんだね、こうさするようにね、なんかチェックみたいな感じになって、はい、おいいですね、え、粘着ピストンをこの上向き、あ、うん、ね、うんうん、設置すると、こうやって一個だけなの、一個だけ、あ、一個だけでいいんだ、うん、なんて低コスト低コストだよね、すごい、でその上に大釜、あ、なるほど、あ、これバケツであったっけ、バケツあるよ、ある、水汲んできて、この大釜の中入れてもらっていい、ほはい、はいはい、大釜とか、この大釜の中に入れてください、はいはい、この中にポン、はい、入れました、入れましたね、はい、そしたら次、なんかこっち側からこのなんか、うん、なんかね、どっか見やすいところから見ていてほしいんだけど、あ、はいはいはい、来ていくよ、はいはいはい、まずこの上向き粘着ピストンの横2つにこう並べますと、うんうん、おお、尻尾部分が自然にできてますね、あ、でもここ回路ができている、うん、あ、そっか、そうそうそう後で包み込まないとね、うん、で、ここにレッドストーンコンパレーター、ほいほいほい、で、レッドストーンリピーター、おー、難しいのがどんどん来ますね、 OK ね、はい、次に、こう、こう、おー、なるほど、厳密に言うと別にここはいらない、あー、なるほどね、うん、うん、何かしらのブロックでいいやつだよね、何かしらのブロックで OK、 うん、まあ、あの、そうね、大丈夫、うん、ガラスとかじゃなければ、うん、うん、で、次にちょっとねここ変則的な形になります、はい、こう、お、こう、お、こうで、ここはいらない、すごい変な形、ね、ちょっと尻尾みたいなね、うん、はっきり見えます、見えます、はい、大釜の上、うん、お、さらに上、そんなところにブロック置いちゃうの、うん、で大釜の一個下はもう消して OK、 あー、なるほど、やっぱり真上にはしない感じだね、うん、そうそうそう、うん、次はここに、うん、あとはもうねこのピストンの上に、うん、2個上に当たる分全部にブロックで、うん、ブロックの配置はこれで OK で、はいはい、最後にねここに、うん、レッドストーンのパウダーをこう置いて、うん、おー、なるほど、でリピーターを置きますと、はいはいはい、であとはこのなんだっけ、ピストンの上にあるこのブロックの上全部にパウダーを同じように置いていくと、なるほど、最後までいきましたね、うん、レッドストーン14個までいきましたね、ほいほいほい、もうこれで実はほぼ完成、うん、嘘でしょ、本当だ、追い出された、追い出されたで扱いを受けるな、面白いな、今の面白かったな、ね、もう仕組みはこれで OK なんだけど、うんうん、あとここにかぼちゃとか植えていかないといけないよねと、はい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 、なんで、
まず桑で耕そう。もう場所もそんな感じなんだね。あ、うん、それね。そうそう、あの、そうそう、うん、あのピストンがこっち向いてないやつ、うん、尻向けてる側のやつにこうやって、なるほど、置いていくだけ。そうだね、周りにできるからそれがちょうどいいんだね。うん、でカボチャができるわけじゃん、うん、このどっちか側に、はいはい、うんうん、で例えばここにできたら、あれ、そしてスイカ置けばいいんだね、うん、あ、じゃあカボチャか、カボチャ、うん、ここにカボチャ置けば、うん、おお、あ、ちょっと待って、あら、本当ですね、あ、失礼、またあれありました、間違えました、こう、こうの、うん、ここまで持ってきて、ね、ここはいらない、うん、はいはいはい、でレッドストーンパウダーはここまで、これで完成かな、お、これでどうかな、おお、完璧、綺麗な動きしてる。じゃあこれはどこでもできても、もしかしてボンってなるの？うん、どこでもなるよ。例えば、こっち側、一番こっち側とかでしてみよう、うん、おお、なんて機能的な猫ちゃんの体になったでしょう。いいですね。ごめん、今思った、うん、ホッパーの位置これじゃダメだ。あら、一個下かな、2個下やね。うーん、ね、失礼しました。はい、チェストは下ですね。結局下になっちゃったいいよいいよ、ここにね、慣れるようにうまいことこれ作るわ、うん、こうこうこうの、うん、ただこここうしたらね、ここを閉じたら、うん、チェストが開かなくなっちゃうんで、ああそうだね、とりあえず左岸の階段をこうして、おお、なるほど、うん、で水を流して、はい、こうね、うん、するとかぼちゃがこうやって流れてきて流れてきて、あ、ちょうどいいぐらいに、そうそう、でここのホッパーに回収される。ほほほほほ、ここも設計済みなのですね。そうそう、いいですね、っていうわけなんですね。あー、いい、めっちゃいいシステムだ。例えばここに、ほら、あー、いい感じに流れてくる、ほら、おー、素晴らしい、素晴らしいです、ね、こういうシステムです。なるほどです。あとは私が裏くらで、うん、裏くらで作りますんで、うん、で、いい感じの、あの体を作ります。こんな感じで、とりあえずは裏に回ります。はい、では、はい、できました、できました、イエーイ。じゃあちょっと見せてあいと思います。そうですね、うん、からまずこれが手ですね、猫の手があってこれ手か、手で、まあいいや、手で、でここに階段があって体の上に登れます。あー、なんか要はトカゲみたいな猫にしたわけですね。あ、違うの違うの、でほら、さっき動いた、こんな感じでマシンが動いてるかなっていうのは見れます。まあですね、うん。まあ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 。なるほどね。で、こんな感じで。ちょっと下でも用意しとくわ。はい、尻尾です。尻尾です。これ尻尾か？これ尻尾。ほら、かわいいやろ？横から見たらもう、マジ尻尾。ほら、尻尾。もう一つの手が、うん、あの羊ちゃんに阻まれてるんですよ。はい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 。こんな感じになってるんで。あ、どうしようかなって、待って、移動させてから同じような手をつけるかどうかになります。いや、それしかなくない？うんてか、これ完成じゃないやろ、羊小屋。そうなんや、仮やろ。うん、仮っすね。なんか、いいの作ればいいやん。そう、いいの作ってあげたい。なんか、次のバージョンではね、羊毛もカットできるし、そうそう、それに合わせたやつにしようかなって思って。なるほどね。なんか今はとりあえずこんな感じね。そう、今はとりあえずじゃあいいんじゃない、後でね、うん、変えれば。そうっすね、うん、ここのから表門から入れて、よいしょ。で、チェストの中見ると、ほら、いい感じに溜まってます。ちゃんと溜まっていってますね。スイカの溜まり方すごいな。やばいよね。まあ、1個でいっぱい取れるもんね。うん、これで食料問題解決。無事動くようになったってわけだよね。そうですね。うん、中もこうやってちょっと見える。ちゃんと見える。よかったよかった。よく見える。うずらさんのおかげで、いい装置ができました。イエイエイ。やったまあこれでね、うん、もう何もしなくても勝手に食料が溜まっていくっていうのは本当にいいよね。いや、本当にかぼちゃもいろいろ使えるかなと思って、うん、私カーペットプラスかぼちゃがすごい好きなので、めっちゃ活用していこうかな、うん、何を言ってるか全くわからない。あ、ジャックオランタンの上に、あ、そういうことね、カーペットを持ってるやつですね。
全くもって要は明るさをね、うん、なんだろう、カーペットの下にジャックオランタンを置いて、うん、まあ、明るいカーペットにしたみたいなことか。そうですそうです。なるほどね。お部屋はそれで作ろうかなと思って、これからデコちゃんのところとかいろいろですねしていこうと思います。よろしいのではないでしょうか。はい、じゃあ夜になってきたしそろそろ終わろうと思います。はい、さあバイバーイ。バイバーイ。